ジェフリー・ウィリアムズは、アメリカ陸軍の軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。3度の宇宙飛行を経験した。ウィリアムズは、ウィスコンシン州ウィンターで成長し、ボーイスカウトに所属していた。陸軍士官学校で工学の学位を得て、アメリカ陸軍に従軍した。1987年から1992年には、ジョンソン宇宙センターに配属され、 テストパイロットの訓練を始めた。1996年、彼は宇宙飛行士の候補に選ばれ、2000年にミッションスペシャリスト、フライトエンジニアとして、STS-101 で初めて宇宙飛行を行った。彼は現在は、フライトエンジニアとして、第21次長期滞在で、国際宇宙ステーションに滞在している。第22次長期滞在が始まると、 そのまま機長を務める予定である。彼は2009年9月30日にソユーズトマ -16 で国際宇宙ステーションを訪れた。ウィリアムズはソユーズトマ -8 でも飛行士を務め、第12次長期滞在のウィリアム・マッカーサーと交代した。第13次長期滞在でもフライトエンジニアを務めて2006年9月29日に地球に帰還した。 2006年8月24日、彼が NASA の公式記者会見のために録音したテープが偶然流れてしまった。これにより、当時、クルーエクスプロレーションビヒクルと呼ばれていた2010年以降のスペースシャトルの代替として開発が進められている宇宙船がオリオン座にちなんでオリオンと名付けられる予定であることが暴露された。2009年10月21日、 ISS に滞在中のウィリアムズと同僚のニコール、ストットはワシントン DC にある NASA 本部の人々とツイッターを用いて会話を行った。これは宇宙飛行士からの初めての生のツイッターだった。それまでスペースシャトルや ISS に登場している宇宙飛行士はインターネットを介して完成等経由でメッセージを送っていた。ありがとうございます。